ほのちゃん。え？ウインナーチーズうどん。はい。ほのちゃん。あ、エプロンしてない。あ、そうだった。ほのちゃん、いただきます。あ、くしゃみ？いただきます。うん。手を少ないと思うけど、フフしてね。あ、ちゃんとチーズ入ってたよかった。多いね。美味しい？じゃあ美味しい？どうなの？なんかちょっと甘いよね。うん。大丈夫か。美味しい？ウインナーと虹も食べてよ、ほんま。ピヨン、ピヨンってなってるほんま。おいしい。めっちゃ先っちょで挟んだね。うん。これはこれ。な。うん。もぐもぐしてね。おいしい？うんうん。意外とちゃんとチーズ入ってたね。うん、麺に絡んでたね。うん。疲れた？夫婦すれば夫婦。夫婦しないの？取りすぎた？多すぎて嫌なのかな。取りすぎちゃったから。チーズ口についてる。うん。かわいいやん、ぶら下がってるやん。なんかね、子供が好きな味なのかな、こういう系は。なんか、そんな感じするよね。ふにょ
うん、別に人参入ってても問題ないよね。うん、全然いいでしょ。うん、うん、なんかしら野菜何でも合うんじゃない。うん、そんな気する。じゃあ人参食べてる？うん、じゃあ人参ほら、猫さん、にゃんにゃん、にゃんにゃん、にゃんにゃん。人参食べないの？この間食べてたの。恐竜の買ったとこあるのかな？そうなんだ。なかなかなさそう。アンパンマンとか。うん。なんか人参抜けるかわかんないけど、そういう方見たことあるな。あ、もう。うん。うん。うん。こうチーズがすごかったね。ね。うん。でもパクって言ったら大丈夫よ、切れるよ。うん、パクって伸ばして遊んでるもん。なんだこれってなってなんでなんでビヨーンってなってるだけだよ。なんだこれってなって。うん、猫にゃんにゃん。お花お花お花食べないね。ね。今日なんか人参食べない。うん。なんでだろう。この間結構食べてたよね。ウインナーは今のところ1個だけかな。うん、食べたんだ。さっき2個パクって食べたよ。うん。うんふん、うんふん、猫さん、うん、猫、できた。うん、おいしい、うん、おいしいね。そう、どんどん猫さん食べていいよ。もう一気に人参食べたら食べ始めたんだけど、すごい今3、4個口に入れて気がするんです。うん、何？やっぱ食べる食べないの気分かな。ひなりちゃんもこのうどんは全然好きかな。うん、かな。ウインナーも食べるならこのウインナーで、ポークビッツとかがやっぱ好きなのかな、うん、多分普通のウインナー食べづらいのかもね、ほのちゃんには。で、あんまりお肉も食べないじゃん、普通の。うん、ね、ハンバーグも食べなくなっちゃったもんね。うん、そこの方でチーズめっちゃ固まってた。ああ、入れるときもそうだった。あ、いい。うん。あ、ポークビッツ食べた。うん。おいしい？
そこに溜まったチーズがすごいもちゃもちゃする。ああ。チーズって意外と溶けないんだねって。割と1人前 30g 入ってるからかな、うん、多い気がする。うん、入れてほしいの？これだと乳製品も取れるからいいんじゃない？確かに。最近ヨーグルトもあんま食べないしね。食べてる？おいしい。ん？食べてる？あ、ごめん、水。水届くところも打てなかった。じゃあ一回水飲めば。飲みすぎだよ、ほんと。まだ飲むの？喉乾いてたの。咳してるふりだな、これ。わざとっぽいぞ。うん、そう、ウィンナー、ウィンナー。うん。いいね。あれかな、川とかないからみたいな。うん、うん、あ、ほのちゃん、ちょっと待って待って、一回もぐもぐしたらね、今口の中の。うん、じゃあほのちゃんはフォークビッツかアンパンマンかな、主に、うん。普通のお肉食べないからウィンナーだね。何？じゃあ人参は食べないの？人参。はい。
叩いてるよ、お口。じゃあ一旦それもうやめようか。もぐもぐして、ほのちゃんお口もぐもぐして。ほのちゃんすごい、僕いつ取ろうとしてる、あれ違うの。何、ポークビッツ取りたいの？これ？食べたかな？大丈夫そうだ。うん、大丈夫です。あれ、一口で入れちゃうのすごいね。ちゃんと噛んでね。先生のおのちゃん、あ、これなんかそれすごいガシャガシャやったらめっちゃ取れたじゃない。ゃね、おのちゃんすごいガシガシやったからいっぱいかなんだよ。熱くないよ、熱くないよ、もう絶対。うん、いやそれすごい、またガシャガシャやったらいっぱい取れちゃうよ。そうだよ。あれすごいね、お口いっぱい入るのね。もぐもぐちゃんとしてね。チーズ。あれだよね、チーズも塊は普通のほとんど食べないもんね。うん、じゃあもぐ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 、すっごい取れるね、もぐもぐ、さっきから。いや違う、ごめん、いらないよ、パパがいるって意味じゃないよ。大丈夫大丈夫、ほなちゃん食べな、お口のなくなったらね。お、なくなるの早いのね。ちょっとチーズがうざったくなっちゃった。うん、いやそんな感じがするよ。うん、多分後半になるとちょっともしかしたらチーズが下に行ってがちょっと固まるとか。大丈夫。むちゃん、人参は人参、ほら人参、人参、人参、いいよ食べて。お花だよ、ほのちゃん。そう、おいしい？エミさん、ちまちま食べてるの、ほのちゃん。ほのちゃん、おしゃれ入りそうよ。おいしいね、ほら。でもちっちゃい子は割と人参好きなのかな。まあなんだろうね、まあ、色が鮮やかだからとかそういうあれなの。うん、ほのちゃん何してんの、ちょっとお腹満たされてきたのかな。かな、でもいつももっと食べるイメージだけど、ちょっとお菓子食べちゃったからかな、さっき。やばいな、こんなにしようか。でもお腹いっぱい？お腹いっぱいならごちそうさましていいよ。ごちそうさま？どうしようかなって。どこ？ん？いっぱい、もう結構食べたからさ。ね、ソーセージも人参も、うどんもそれなりに食べたからごちそうさましてもいいよ。いらないでしょ、じゃあ。いらなそうだよね、まずまず。ほのちゃん、ごちそうさましよっか、ごちそうさま、ほのちゃん。あ、あ、ごちそうさま。しないの？しないの。食べんの？食べるんだね。猫だ、
じゃあ、にゃんにゃん。やらよ。にゃんにゃんだよ、それ。食べるペース遅くなったから、なんかいらなそうな気もするけどね。そうね。あれかな、お腹いっぱいだけど、もうちょっと食べたいんだけど、ぐらいのあれかな。終わろうか、おのちゃん。じゃん。終わろう。ごちそうさま。蒸したくないの？お前食べんの？いらない？ほら。どっち？いるの？いらないでしょ。ごちそうさまだ。ごちそうさましよう。ごちそうさまでした。じゃあ、ごちそうさまでしたって。外そうとしてるね。ごちそうさまは今日してる。まあ、終わりか。